浩司さん、メッセージありがとうございます。今回再生リストを作られたんですね。まあ、いくつか拝見したんですけども、人は人生の途中で、いわゆるね、グレるっていう場面に出会う人もいると思うんですよ。まあ、それが中学2年生ぐらいにそうなるっていうふうにね、浩司さんも言われてたし、私もそんな気がするんですよ。まあ、小学生の頃早めにそうなる方もいると思いますし、高校デビューって言ってね、高校あたりからそうなる方もいると思うんですけども、これなんでかなーっていうふうに、私も10代の頃考えたんですけども、多分ね、そのグレるっていう見本を見ちゃうんですよね。タバコを吸ってみたりね、ボンタン履いてみたりとかね、授業に出なくってプールの裏とか、体育館の裏とかでたむろしてみたりとか、あ、グレる、いわゆる反抗心っていうのはああいうふうに表現するんだっていう形で憧れて、もう私もね、そういうふうになってしまった覚えがあるんですよ。だからなんか何を学習して、何を自分がやってみようかなっていうふうに好奇心を持つかってところは、そういうところからも始まるのかなと思うんですよね。で、やっぱこうね、ぐれてみると、その威嚇する歩き方とか、威嚇する言葉とか、なんか威嚇するべき誰とつながっているのかとかね、そんなことをなんか自然に覚えたような気がするんですよ。ね、こんなことやってお前、田代さんが黙っちゃいねえぞみたいな感じでね、捨て台詞吐くようなこともあったりとかして、もうすでに自分じゃかなわないから先輩に頼るつもりでいるというね、そんなことがあったりとかね あったもんですけども、まあそう考えると、その縦社会っていうのは自然にそういうところでできるのかなと思うんですよ。ああ、懐かしいような気もするし、だからその頃にね、優等生に憧れたら優等生を目指すんだろうなと思いますよね。なんか学級委員を進んで引き受けたりとか、先生の授業の、その準備の手伝いをね、積極的に行ったりとか、で、なんか読書コンクールかなんかね、ああいうのに出品して金賞を取ったりとか、まさに優等生のレールですよね。でも残念ながら、優等生には社会にね、こう迎えてくれる道があるんですけども、いわゆるグレてしまうと、グレた人間を迎える先っていうのは、まあ、いわゆる文部科学省とかね、そういったルートには乗らないわけですよ。企業に就職するっていう道もちょっとね、ないと思いますよね。まあ、いわゆる自分で生きていくっていう道しかなくなってくるわけですよ。まあ、だから反社会勢力にまみれる人もいればね、そうじゃなくって、その独立心を、気骨なね、自分を奮い立たせるべき起業という道に向かう人もいるのかなと思ってね、様々ですけども。私もね、高校の頃に知り合った、ちょっとね、グレたやつが、その先就職ではなくてね、小さいけれども塗装屋を始めたってことを聞いてね、あ、なんからしいなと思ったんですよ。で、塗装屋を始めていろいろと商売する中で、踊れや素踊れやじゃお客さん取れないじゃないですか。ものすごく丁寧でね、人の気持ちを考えるようになったり、それから社員を守るために、で、お客さんを守るためにね、体を張るっていうことをね、たびたびするんですよね。だからそこはね、やっぱりね、まあ昔の言葉で言うと、番長気質に溢れてるなと思って、やっぱそういう根性をね、今でも持っててすごいなと思ったわけなんですよね。まあ、当時からね、揉め事があったら俺のとこ持ってこいみたいな、そんなね、風吹かせるやつだったんですよね。だからまあ統領派だなったんでしょうね。まあ、そんなことを思い出してしまいました。浩二さんの再生リスト、人生の教訓ってありますけども、ボル1、ボル2、ボル3、あ、ボル2が2個ありますよ。ボリュームが2個、今見たら。だから、パート5まであるんですよね。これ、SEO 的にはですよ。SEO 的な話しますけども、SEO 的には、人生の教訓、これ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 、みたいな感じでね、話した内容を一言でまとめてキャッチコピーがそれぞれに入っていくと、検索にかかりやすくていいのかなと思いますし、人生の教訓って1からね、12345話まで設定してると思うんですよ。だからその5つのうち、どれにはどんな内容が語られているのかっていうことが分かると、見てる人がね、すごく、あ、この今日はこれ見ようみたいな感じになるのかなと思いますよね。すごいいいじゃないですか。おめでとうございます。これ全部聞くと1時間ぐらいですかね。全部つなげた音声データってのもあるといいと思いますね。なんかこう聞きながら、こういろんな、ね、洗い物したりとかね、なんか運転したりできるように、聞きながら学べるというかね、
そういったものもいいんじゃないでしょうか。いやでもね、浩司さんこれすごいですね。自宅というよりもね、背景が観葉植物があったり、なんか喫茶店の一区画で話してるみたいな感じですね。おしゃれですね。すごいセンスがいいですね、この辺ね。うん、すごいと思います。いやー、本当に浩司さんから学ぶこと多いですね。動画の方を送っていただきましてありがとうございました。それでは行ってらっしゃい。